こんにちは、こんばんは。仲人ハッピー結婚しようチャンネルです。今日は恋愛メンタルを強くする方法というお話をニューバージョンでお届けします。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことであなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。あなたの恋愛メンタルは強いですか、それとも弱いですか。私は強靭なメンタルを持っていますと胸を張って答えることができる人はかなり少ないことと思います。誰でも恋愛において他者との精神的ストレスを避けることは不可能です。当然自分だけの思い通りにいく恋愛は存在しません。ですが恋愛のたびに深く傷ついて立ち直るのに時間がかかる人や立ち直れないほどのダメージを受けて体まで壊してしまうような人は恋愛メンタルを強くした方が良さそうです。 1. 恋愛メンタルは弱い人の特徴。メンタルの弱い人はとにかく打たれ弱いため、何事にも過敏に反応してしまいがちです。まず自分に自信がないので周りと自分を比べて一喜一憂したりします。自分には魅力がないとか過去の失敗を引きずり、以前みたいにきっと振られるといったようにネガティブに捉えがちで、恋愛に発展する前から諦めてしまう方は多いようです。またいつもきっとダメだろうとか、またうまくいかないかもしれないと悲観的に考えがちです。そしてさらに失敗したらどうしようとか、振られたら恥ずかしいと強く思い込んでしまって、悲観的決めつけばかり積み上げてしまう方が多いようです。そして冷静な判断ができなくなってしまい、さらに失敗することが怖くなって動けなくなってしまうという負のスパイラルにはまってしまう方は意外に多いようです。誰だって最初から相思相愛になれる確率はそう高くないのが現実的なところだと思いますよ。将来的に結婚を意識するなら小さな行為から進めて恋愛は育てていくしか方法はないのです。 2. 恋愛メンタルが強い人の特徴。恋愛メンタルが強い人はいつもポジティブです。失恋して落ち込むこともありますが、いい勉強になったとか過ぎたことを悩んでも何も変わらないと楽観的に考えることができます。恋愛メンタルが強い人でも落ち込んだり不安になったりすることはあります。しかし自己肯定感が高いので明るく元気に生きていればきっといい人に会えるはずと前向きなのです。恋愛メンタルが強い人は健康な体に健全な精神を持ち合わせているようです。失敗やリスクを恐れずに果敢にチャレンジしていきます。失敗したらやり直せばいいのだと考えられる楽観的強さを持ち合わせているのです。 3. 恋愛メンタルトレーニング法。 1. 自分を認めて大切にする。自分を否定せずに短所も含めて持ち味だと認めてあげることです。そして生活習慣を見直し、バランスの取れた食生活と十分な睡眠で健康な体を手に入れましょう。すると健康な体には健全な精神が宿り、自己肯定感が上がります。少しずつ自信が持てるようになるでしょう。自分にね、自信をつけることで恋愛メンタルは確実にアップしますよ。 ② セルフイメージ力を上げる。瞑想ってご存知ですか？アメリカの IT 企業などが取り入れているマインドフルネス瞑想などというのもあるようですが、セルフイメージを上げるのには瞑想はとても効果的です。まず毎日の生活でマイナスイメージを持たないように、マイナスの言葉を使わないように注意してください。そして自分の気持ちが不安定にならないよう習慣づけるために瞑想をおすすめします。瞑想の効果、ストレスが抑制される、集中力や洞察力が高まる、心身がリラックスする、ポジティブな思考になる、安眠効果がある、他にもね、自律神経の乱れを整えるという効果も期待できそうです。マインドフルネス瞑想の簡単なやり方、リラックスしてね、座る、あぐらをかいたり足を重ねたり、椅子でもね大丈夫です。上半身をまっすぐ伸ばす、猫背に、ね、ならない程度に自然に伸ばしましょう。腕をね、自然な位置に置く、リラックスすることが大切なので手をね、自然な位置に置く。おすすめはね、手のひらを上に向けて足に乗せるのがおすすめです。顎を引いて視線を下げる、顎を引いてね、視線をそっと下げます。目を閉じた方が自分の呼吸に集中しやすいでしょう。自分のね、呼吸のみに意識を向ける。タイマーをね、5分から10分にセットして自分のね、呼吸だけに意識を向ける。ゆっくりね、鼻から息を吸って口から吐く、これを繰り返すそうです。時間が来たらそっと視線を上げてゆっくり姿勢をほどくという感じです。
ね、YouTube を検索するとやり方をね細かく説明なさっている動画がいくつもありましたので、もしねわからなかったらご覧ください。3、前向きに考えるを習慣づける。恋愛がうまくいかないと悩むのではなくて、どうすればいいのか考えることを習慣化するといいです。いくら悩んだとしてもその悩みが解決されるのはかなり時間が必要です。そんな時は前向きに考えるのです。その状態はどうしたら解消されるのか、改善されるのか、もしもね改善されないのだとしたら、それでも前に進むには何をどこを改めればいいのか、前向きに考えることで解決策が見えてくるでしょう。終わりに、恋愛メンタルを強くするには自分に自信をつけることで恋愛メンタルは確実にアップします。瞑想でセルフイメージ力がアップします。前向きに考えることを習慣化する。恋愛メンタルをね強くして、素晴らしいパートナーと良いご縁がありますように。そしてあなたのお幸せを心よりお祈りいたします。それでは今日はここまでで、また来週、結婚婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきますので、またお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。